はい、こんにちは、116ウィンズです。長年の悲願であった大谷翔平選手を獲得し、世界一へ歩みを進めるドジャースですが、今日レイズとの大型トレードを正式に発表し、レイズから先発投手タイラー・グラスナーを獲得しましたね。このトレード自体は数日前から報道はされていたものの、正式に決まるにはグラスナーがドジャースとの契約延長に応じるか否かがポイントとなっていて、トレードの報道から実際に発表となるまで少し間が空きましたが、グラスナーが残りの契約と合わせて5年総額1億3650万ドルの契約延長に合意したことで、ついに正式発表という流れになりました。ドジャースは今オフ大谷選手獲得と並んで先発陣の強化が一つ大きな課題となっていましたが、グラスナー獲得はその第一歩、投げればS級のピッチャーがチームに加わることになりました。今回はこのドジャースとレイズ間で成立したトレードについていろいろとお話していこうかなと思っています。今回成立したトレードがこちらとなります。年齢は異なるものの同じポジション同士の選手が動くトレードとなりまして、ドジャースがレイズから先発投手のグラスナー、外野手のマニエル・マーゴ、さらに400万ドルの金銭を受け取り、見返りとしてレイズはドジャースから先発投手ライアン・ペピオ、外野手のジョニー・デルーカの2人を獲得しています。トレードの第一印象としては、ドジャースがグラスナーを獲得という形で課題の先発陣強化に動いた、健康面のリスクはかなりあるものの、投げればS級のピッチャーがドジャースの先発ローテーションに加わるとともに、外野守備に定評があり、キャリアを通して左投手に強いマーゴも獲得したことで、先日再契約したヘイワードやアウトマンの弱みを補う存在ともなってくれそうですよね。一方でレイズは年俸からしてグラスナーのトレードはほぼ規定路線だったところ、マーゴの契約もレイズ的にはパフォーマンス比で少し高めだったので、その2つの契約をドジャースに渡しつつ、より安くかつより長く保有できる同じポジションの若手2人を確保したのが実にレイズらしい動きです。正直契約が残り1年で怪我のリスクも大きいグラスナーで、メジャーの即戦力級の選手を手にするのは難しいかもと思っていましたので、これだけの見返りをもらえるなら文句なしだよなとも思いました。今回のトレードの中心は当然グラスナーなわけですが、投げている時の彼は本当にリーグでも有数のエース格のピッチャーですよね。2019年以降に計300イニング以上投げた先発投手のうち、グラスナーの防御率 3.03 は MLB 10位ですし、 FIP2.89、 XFIP2.77、 全打者に占める奪三振の割合 35% は全て MLB 2位。この期間のグラスナーより上だったのは全てジェイコブ・デグロームですので、まあパフォーマンスだけ考えればデグロームに次ぐ存在だったとも言えると、そう考えるとグラスナーめちゃめちゃいいじゃんともなりそうですし、実際投げているボール自体も超一級品ですので、本当にちゃんと投げている時の彼はエースと呼ぶにふさわしい存在の選手ですよね。しかしじゃあ一体どれくらい投げてくれるのかと聞かれると、それもまた難しい質問で、今季のグラスナーは21先発120回を投げて防御率 3.53 でしたが、実は今季の120回という数値、これがグラスナーのメジャーでのキャリアハイであると。先発投手でメジャーでのプレーがすでに8年ありますが、120回が今のところのキャリアハイであると、なんなら100回以上投げた年も今年以外に1年しかありません。キャリアを通して怪我に悩まされているせいではありますが、さすがにちょっと先発として規定投球回どころか、シーズン100イニングすら投げた経験も少ないとなると、1年間投げてくれると計算する方が難しいですよね。でおまけに残りの契約が1年と2500万ドル、通常贅沢税の計算においてその選手が結んでいる契約の1年あたりの平均年俸がペイロール上カウントされるのが原則でして、グラスナーの場合1500万ドル程度だったんですが、ただこれには例外もありまして、その選手がトレードされた場合、移籍後は契約の残り部分で平均年俸を再算出するため、グラスナーですと2500万ドルが一気に移籍先のペイロールに乗っかることとなります。確かに投げればS級なのは間違いないのですが、どれだけ投げるのかが全く読めず、ペイロール上も結構重い負担を強いられ、さらに契約自体も1年しか残っていないことから、グラスナーの来期の高い年俸からしてレイズがコンフほぼ間違いなく彼をトレードするであろうと言われてはいたものの、トレード市場の評価はなかなか難しい選手であったのかなと、超ハイリスクハイリターンな物件と考えるのが自然でしょうか。ただそれでもあくまでワールドチャンピオンを目指すドジャースは質を求めました。カーショーとウリアスが FA となって、メイとゴンソリンは来季も長期離脱が決定的な状況、ビューラーが来季本格復帰を果たす予定ですが、彼もトミー・ジョン手術明けどんな状態で戻ってくるか未知数な部分も多いなど、先発陣自体に不透明な点が多いですが、最大出力のアップにこだわったと。ドジャースはシーハンやグローブ、ストーンなどメジャーに近い若手先発自体はそれなりにいて、今回レイズに放出したペピオもその一人でしたが、メジャーでどんなパフォーマンスを見せてくれるか読めない若手を多数持つよりも、健康面の課題はありながらも投げている時は MLB のエース級の存在であることをすでに証明しているグラスナーの方が、ドジャースとしてはワールドチャンピオンを目指す上で価値があると感じたのではないでしょうか。スケールの違いはあれど、メジャーでまだ結果を出していないデルーカを実績のあるマーゴに変えたのも根底は同じ発想だとは思います。
ドジャースはおそらくグラスナーを獲得してもなお先発陣の強化に動くと思いますが、その前提であればグラスナーを獲得自体は悪くない動きだとは思っています。今後山本由伸選手の獲得やカーショーとの再契約が割とありそうな動きだと思っていますが、彼らの加入も含めればドジャース先発陣のデプスは十分すぎるくらいですし、そうなればグラスナーの大きなマイナスである故障リスクも過度に気にしなくてもいい。少なくとも他のチームがグラスナーを獲得するときほどに気にしなくてもいいはずなので、そこのマイナスに目をつむれる数少ないチームはドジャースではあるのかなと。ワールドチャンピオンを目指す以上はとってもいいリスクだとは思っています。今回トレードと同時にグラスナーとの契約延長も発表していますが、来季オフの FA の先発市場はオプトアウトの動向などによってはグラスナーと同等クラスのピッチャーが全く出てこない可能性も十分ありそうですので、契約延長するという判断もおかしくはないのかなと思っていますし、契約延長したことで彼のトレード市場での評価を難しくしていたあと1年しか保有できないマイナスも消せたのはいいでしょう。一方で正直契約延長の金額自体は高いなとは感じました。キャリアハイが120回ですでに30歳になったピッチャーに対して5年総額1億3650万ドル、もともと来期2500万ドルの契約でしたので、実質的な追加分は4年総額1億1150万ドルですが、他球団でエース格として活躍している例えばケビン・ゴースマンですとか、ルイス・カスティーヨですとか、そういった選手たちと比べても保証額高いです。もちろんこの2人が長期契約結んだ当時と比較してインフレ傾向なのはそうですけれども、それを加味しても彼らの実績とグラスナーの実績を比べてしまうとやっぱり割高な感は否めませんね。ドジャースとしてはこれからグラスナーがあまり大きな怪我はせずに、これまでよりも多いイニング負担を担いながらもエース格のピッチングをしてくれることにかけているんだと思いますが、これまでの故障歴を考えたらさすがに楽観的すぎるようにも思ってしまいますし、ドジャースにしては珍しく変に高い契約ではあるなとは感じました。繰り返しますがグラスナー獲得自体はチームの目標を考えれば悪くないと思いますし、契約延長の判断もおかしくはないと思っていますが、契約そのものは割高な印象を受けました。そして最後にレイズ側の印象もお話していきますが、正直レイズに関しては言うことがありません。文句のつけようがないくらい素晴らしいトレードだと感じました。400万ドルの金銭はつけましたが、グラスナーとマーゴの契約を手放すことで3000万ドル以上の負担を削りつつ、彼らと同じポジションで有望な若手選手を確保する実に憎い動きだと思います。もちろんグラスナーやマーゴと比べてメジャーでの実績がない以上はそこがリスクであると考えるべきではあるものの、ペピオは今年くらい制球が安定するならエリート級の速球に平均以上のチェンジアップ、スライダーがある選手ですので、先発として活躍が見込めそうですし、先発が高騰しているこの時代にあと5年も保有できる点は非常に魅力的。グラスナーがパイレーツから来た時のように、ペピオもうまくレイズでワンランク進化できたら本当に楽しみな存在なんじゃないでしょうか。デルーカはマイナーで好成績を残している選手で、アスレチックさが売りの外野手、メジャーで打てるかが鍵にはなってきますが、守備に光るものがありますので、まあ少なくとも今季のマーゴと同等以上には貢献してくれそうかなと。マーゴは守備面が近年少し落ち気味ではあったので、レイズとしてもより若く、より安くマーゴの代替となれそうなデルーカは十分すぎるリターンでしょう。グラスナーを中心としたパッケージとしては最高レベルの見返りだと思いますので、あとは彼らをしっかり次世代のレギュラー格に成長させられるかですね。まあこんなところが今回のトレードの印象ですが、皆さんはいかがだったでしょうか。皆さんの印象なんかもぜひコメント欄に残していってください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。